はい、こんにちは、ゆうです。今日もマインクラフトをやっていきたいと思います。はい、で、今日今どこにいるかと言いますと、ででん、ここは畑の真横ですね。なんで、なんで畑の真横にいるかと言いますと、今日は、これ半自動で作ったじゃないですか。その、収穫自体はこれを押せば、ほいっと、こうやって収穫は自動でできるんですけど、その後の種植えは自分でやらなきゃいけないっていう半自動のレベルの装置なんですけど、なんと今回は全自動のものを、サトウキビ回収機を作っていきたいなと思っています。なんでサトウキビかって言いますと、その村人との交換で紙って結構必要で、あとそのなんだっけ、修繕ですね。修繕を作るため、もらうためには、村人さんと紙とかを結構交換しなきゃいけないので、今回はそのサトウキビをもっとたくさん、自動で手に入れるようにしたいなと思って作っていきたいなと思っています。それで作り方なんですけど、新しい種類のブロックを2種類使うことになっていて、今回はなんでそれぞれが、どうだったっけな、この丸石を、この上下にこう並べてあげて、でネザー水晶を使うんですよ。でその横にレッドストーンを2個並べると、あ、できた、オブザーバーっていうブロックがあって、まずこれを10個作ります。ほいっと、これで9なので、またこれを増やしてあげれば10個と、これで10個できましたね。でこれどういうブロックかって言いますと、ほいっと、あ、今光ってる。でこれなんかこの顔みたいな部分の、前にブロックが来ると、ここ今光ってたと思うんですけど、レッドストーン回路と同じで、まあなんか動力を伝えてくれるんですよね、後ろに。そうそう。まあまだあんまり僕こういう自動系のやつやってないので、僕の動画しか知らない方はわからないかもしれないですけど、ちょっとやってみますね。ここにブロックを置くと、ほいっと、ほら、今光ったじゃないですか。で、消える時も光るのかな。そう、こうやって、まあなんか目の前に何かブロックがあると、検知してくれて、それを後ろにまあなんか電力というか動力を伝えてくれるっていうアイテムです。でこれを10個使うっていうのと、あとはピストンっていうのを使うんですよね。でピストンの作り方なんですけど、木材をこう3つ並べて、で丸石かな、丸石を、脇に2つずつこう並べてあげて、鉄インゴとレッドストーンかな。あ、できた。これでピストンを、これも10個作っていきます。よいしょ。あ、鉄のインゴット足りないので、ちょっと持ってきます。はい、ということでピストン10個、オブザーバーを10個作りました。でこのピストンは何かっていうと、こうやって置くじゃないですか。そうすると、この茶色い部分がうまく動作させることによってビューンって出るんですよ。そう。で、例えばじゃあ、このオブザーバーを、あ、これじゃない、向き違うな。こうすればいいのかな。よいしょ。オブザーバーをこっち向きで、あ、違う。あ、難しいな。オブザーバーを置いてからじゃないとダメかな。かもしれない。ちょっと待ってよ。で、オブザーバーを置きます。そうですね。で、ここにピストンを、例えば、あ、逆だ。こっちに置けばいいのかな。置くと。でそうすると、この、前に何かを置けば、これが、こっちに動力を伝えてくれるはず。あ、ほら、できた。なんでそうすると、この動力が伝わると、このピストンっていうのはこの前に何かを押し出すんですよ。例えばここにこれ砂を置いといて、これ作動させると砂を1個向こうに置いてくれるっていう、そういう感じですね。そう。でこれを利用してサトウキビがここにこう伸びてきたら、そのサトウキビをこれで押し出して自動で回収してくれるように作るっていうのが、今回作るものです。なんでこの2つを利用してうまく作っていきたいなと思います。で作っていきたいんですけど、まずサトウキビを今回は10マス分植えるところを作りたいなと思っているので、どうしようかな。ここ1マス置きじゃ狭いかな。で2マス、あ、まあこの辺からにしようかな。じゃあここから12345678910と、でここの上にサトウキビを植える感じですね。でサトウキビ植えるためにはもちろん水場がなきゃいけないので、その水場を、こうですね、こうやって10箇所分を、よいしょ、こうやって囲ってあげて、ここに水を流します。でバケツを持ってきているので水を流していきたいと思います。はい、ということで水をこう溜め終わったので、まずまあ今まで通りですね、普通にサトウキビが育つ状況がこういう状況です。うん、これでサトウキビがまあもう自動で3段ぐらいまで育ってくれるようになるんですけど、うん、こっからですね、こっからどうすればいいんだろう。こっから、まずは、これ後ろにも台があった方がいいのかな。いや、1箇所でいいのかな。とりあえずこうやって設置して、ここは伸ばすのか。うん、ここは伸ばしていくんだと思います。なので、こういう感じかな。うん、これで OK。まあ一応ここまでやっておこうか。うん、こっちもやっておこうか。見栄え的に。よいしょ。で、ここ下はいらないんだと思うけど、まあとりあえずいいや。で、その後、一応先に寝ます。はい、ってことでおはようございます。うん、で、次に、ここですね、この2段目でピストンを使ってこのサトウキビを狩ることによって2、3段目が回収できるようになるので、ここにこういうよいしょ向きで、うん、こうですね、こういう向きでピストンを10個設置します。よいしょ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 、うん、 OKOK。 そうですね、これで OK だと思います。でそしたら次がこのオブザーバーの出番で、あー、オブザーバーをどっち向きだ、顔が向こうに行くように置きたいので、これ後ろにブロックあった方がいいのかな。こういう感じにしておいて、で、ここから、こうでいけるかな？いけたいけた。うん、この向きですね。この向きでオブザーバーを10個設置していきます。はい、ということで、こういう見た目になりました。うん、なんかちょっと怖いですよね。この顔がこっち向いてる感じが。うん、でもこうすることによって、サトウキビが3段目まで、育つとこのオブザーバーの前にサトウキビが来るので、そうするとこれが反応してこのピストン全部を動かしてくれる。でそうするとこの、サトウキビが回収、ボンって落ちてそれを回収するっていう形になります。でこれをうまく起動させるためには、あ、ここもう一段こう必要かな。うん、でこういうことをすることでレッドストーンをこの後ろにこうやってつけてあげると、うん、こうすると全部の回路がつながるっていう、ああ、これいらないって形になると思うんですよ。なのでちょっと試しに、まだ回収できないんですけど自動では、試しにここ植えてみれば、あ、できたできたできた。あ、そう、すごいすごいすごい。そう、これが3段目までいくとこれが反応してこのピストン全部がさっきレッドストーンでつないだので、あ、いけない。そう、こうやって全部が動いてくるんですよね、一気に。うん、OK、今のところいい感じ。で、これができたら、次は、あ、ここなんか汚いな。こういう感じにしておきましょうか。で、これ下も、まあ、後でやりましょう、この辺は、細かいところは。うん。で、ここまでできたら、次は、この落ちた、サトウキビを回収できるようにしなきゃいけないので、どうすればいいんだ？この水の上に、ホッパーを置けばいいのかな。なのでまずでもどう流していこうかな。まあ、なんか真ん中に宝箱があるのが自然ですよね、一番。なので真ん中に宝箱を設置してから、あ、毎回宝箱って言っちゃうけどチェストですね。でこれ10個だから12345、ここかな。こことここにチェストを設置して、なんでここにホッパーがつながるようにすればいいんですよね。なのでこうかな。でこういう感じにしてあげると、でこれ全部ホッパーはホッパー同士でつなげていく。でこっち横側もあった方が良さそうなのでこうかな。うん、こういう感じで、でここでここにチェストにつながると。でこっち反対側も同様に、こっちこれはチェストにつけて、あとはホッパー同士をこうつなげてあげると。でここもこうと。でこうするとさっき落ちたサトウキビがこのホッパーの中に入ってどんどん伝わっていって、ここに入ると最終的に、うん、いい感じだと思います。よし、なので試しにじゃあまたサトウキビを全部植えてやってみましょう。はい、ということで全部2段目にしておいたので、次1個だけでもこの3段目に行くと全部がブワー回収されて、このホッパーの中に入ってこのチェストにたどり着くはずなので、やってみたいと思います。あー、落ちちゃった。よし、行きます。さあ、うまくいくかな？いや、どこが見やすいかな？この角度が見やすいですかね。よし、あ、こうした方が見やすい？そうでもない。よし、じゃあ行きますね。せーの、ほい！おう！で？これちゃんと、あ、ちょっとでも落ちちゃってるか。ここに、あ、入ってますね、10個。あ、いい。オッケー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 。ただ、ここに落ちちゃってるのは、まあなんかもうしょうがないんですかね、これは。うん、っていうことで、あれこれで完成かなあれ早いな。そうですね、これで完成な感じがします。なので、ちょっとこの見た目を整えていきたいなと思います。うん、で、なんで、これを10マス分しかやってないかっていうと、ホッパーとか、オブザーバーとか、このピストン作るのに結構いろんなアイテムの消費量が多くて、うん、多く作りすぎると鉄とかが足りなくなっちゃう感じがしたので、うん、ちょっと控えめに今回は作ってるんですけど、まあ、だんだんね、そのアイテムとかに余裕ができてきたら、このスペースも広げたいなとは思っています。ただ、今はちょっと現状、このぐらいにしておかないと、アイテム足りなくなっちゃうので、うん、今はこのぐらいのサイズ感にしておいて、後々大きくできたらなとは思っています。よし、で、これで、これ、なんかこのオブザーバーの見た目めっちゃ嫌ですよね。まあでもこれはどうしようもないので、あ、まあ、ただ隠しちゃうっていう手はあるっちゃあるけど、いや、まあそこまでする必要ないかな。まあ一応見た目、気持ち悪いっちゃ気持ち悪いですけど、まあこういうシステムだよっていうのが分かりやすいと思うので、まああと、これ全部いっぱいに、まあそう簡単にはならないか、サトウキビ伸び遅いので。ただ、まあ一応、じゃあ、こういう感じでまた設置しておいて、で、これどう、ここ接続できんのかな？こうすると接続される？いや、されないな。あー、無理か。あ、じゃあ、あ、そっかそっか、じゃあ、あ、わかったわかった、じゃあ、まあ、いっか、これで。まあ、いいですね、これで、とりあえず。うん、またいっぱいになりそうだったら考えてみたいと思います。で、見た目も割と整ったかな？これで、後ろもちゃんとこういう形にしたので、うん、良さそうだな。うん、これで良さそうですよね。うん、で、これで良さそうなので、まあなんか、またさっきも言ったんですけど、余裕ができたら、この1個前とかにまた同じようなやつを作るか、まあこれを延長してもいいですし、まあそうするとでかすぎるので、まあ向かい合ってもう1個作るとかでもいいかなって気がしてるので、うん、ここはまあサトウキビゾーンで使っていこうかなと思っています。うん、ってことで最後にもう1回ちょっとうまくいくか確認してみて、終わりにしようかな。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。よし、これで、また、サトウキビを植えると、ビュン！おー、あー、こっちにも盛れるのか。あ、待てよ、ちょっと待てよ。そうなると、オッケーオッケー。そうなると、ここにもディスペンサーじゃない、ホッパーを置いた方がいいんですね、きっと。なので、こうして、これをこっちにくっつけてあげる。あ、これで回収率が上がるはず。よいしょ。で、ここも同じように、手直し手直し。ホッパーがね、鉄結構使うので、うん。そう、これで鉄消費激しいんですよね。で、あとじゃあ、もしかしてこれ、まあ、いっか、これは。うん、これで大丈夫そうかな。じゃあもう一回これで最後ラストにして終わりにしたいと思います。よし、いきまーす。せーの。ほいと、ピュン。あ、オッケーオッケーオッケー。これで回収率かなりいいんじゃないかな。あ、いいですね、いいですね。あ、オッケーオッケー。うん、これでいい感じで、これで完成にしたいと思います。イエーイ！はい、ということで今日はもう初めてのレッドストーンを使って、このオブザーバーとピストンも使ってちょっと、難しいこと、まあ、まだ簡単な方なんですけど、まあ、僕にとって新しいチャレンジということで、全自動サトウキビ回収機を作ってみました。うん、ということで、これからもこういうレッドストーンとかをねうまく使って自動のものを作っていけたらなと思っています。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。夜になっちゃったけど、よかったら次回も見てください。バイバーイ。